お疲れ様です。お疲れ様です。みおちゃん久々です。髪染めました。髪染めました。切りました、ね、びっくりしたんだけどあれなんかおしゃれになってる。え、でも結構明るいですかね。うん、なんか でもだいぶ色抜けちゃいました。緑っぽい。あ、ちょっとアッシュ、アッシュ入ってるよね、はい、でも抜けてない色だと思うんで。どうですか、ショートにして。とにかく評判いい。あ、でも、はい、小顔になったってなぜか言われるんですけど。小顔だったよ。小顔の形は多分変わってないと。なんか昔のね、はい、みほちゃんのね、長い時のね、投稿とか見てると、はい、なんか全然、なんかみほちゃん感がないんだよね。本当みほちゃんは、こんなんだったっけみたいなイメージがもう違う。全然なんかもうショートカットのみほちゃんって感じだもん。あ、本当ですか。っていう話はね、長くなるから決めといて。今日はですね、コメントに入ってますけどね。コメントに入ってるよね。先にもう今日はあの、はい、長らくやってなかったコメント返信を、はい、やりたいと思います。お願いします。はい、まずあのゼロコールに来てたコメントなんですけど、はい、鈴木明俊さんかな。はい、はい、スイング GYM のドライバータイプで美穂さんは練習していませんか。あのシャフトはダイナミックゴールドの S200 で重すぎるので NS プロに変えてみてください。私の場合はそれでチーピン治りました。チーピン病治りました。スイング GYM ってなんだろう。あ、これっぽいね。スイングジムドライバー、練習機っぽいですね。重そう。あの、私が使ってる短い、あ、E スイングか。あ、E スイング、 E スイングのことですかね、もしかして。ね、重いやつだよね、シャフト。でも重いやつで、でもすごい短い、うんうん、タイプのなんで。チーピン病が治りましたっていうのはどうですか。最近チーピン病はちょっと落ち着きました。落ち着きましたあれはかなり末期でした。末期でした。リサちゃんの時に出てたよね、ちょっぴり。あれはあの時が一番すごかった。あれ結構末期。あれ末期です。あれ末期。あれ末期あれ末期で、私さ実際は見てないからさ、そのゴルフ場で出てるチーピンってさ、はい、もう見るとさ恐ろしくなるね。でもあの映像だとさ あんまり見えない。そうなんだ、なんか意外に林の方から打ってるけどそこまで入ってないから。もう引きます。引ける引けるんですよ。いっそその場にいたらえ、もうってなる。こっちも出ない感じ。左からの左、左からの左。怖いね。でもしかもあのドロップするでしょ。あ、ピンピンってドインってそういう、もうどうしようもないですね、あれが出始めると。そっか。だからなんかちょっと気になりますね、治りましたって言われると。え、で、どう治したの結局。ドラコンの直前だったんで、かなり振ってたっていうのもあるんですけど、うんうんうん、なんかこう、インパクトだけが私どうしても強くなっちゃうんですよ、うんうんうん、ボールのから当たる瞬間、はい、うんうん、もうそれをもっとこう、ゾーンで長く捉えるようなイメージにしたら、ちょっとここだけに最速を持ってこずにみたいな。そうですそうです。その流れで当てるようなイメージ。まあ力んじゃうとやっぱりちょっとこう上から入っちゃうんで。なるほど、チーピンが。それで治ったのね、ちょっとゾーンを長く。そうです。でもやっぱ急に出て急にいなくなるタイプのチーピンだった。でも今ちょっとしたことではあると思うんですけど、うんうん、でもやっぱ完全には治ってない今も、うん。まあ、たまにちょっと悪いと。はい、悪いと。はい、次の質問いきます。モリーモさん、はい、ニポリのドライバーって何インチですか。普段ラウンドで使ってるのは46インチ。そうだね。次いきます。ドラコン大会に来て質問です。はい、トール中岡さん、ミホさんお疲れ様。目標320ヤード半端ないやんしかもスイングはフィニッシュまでブレない体幹の強さ、あ、強化、体幹強化されていることを鍛錬できた証拠ですね。結果は残念だけど、それもある意味来年のさらなる飛躍的な課題、おめでとう。ってことなんですが、みほちゃんが体幹がぶれずに、はい、なんであんなに振ってもフィニッシュが取れるのか。なんかよろっともしないじゃん。よろけないよね。よろけることある？振って。え、平らなとこではなかなかないですね、うん、はい。やっぱ傾斜値なんで？なんか平らでもよろけるんだけど。それはやっぱスイをしてないからだと思ってるんですけ ど、ね、こう打っていくときに腰が左に動いていくと軸がやっぱこうブレちゃうんで、うんうんうん、どちらかっていうと最終的になんかちょっと右足サイズに残りやすいんですよ。そうなんです。
腹骨だけがいっちゃうと、残る寄れる時大体右足だもん、はい、そうなると左足一本で最後こうフィニッシュが取れなくなっちゃうんで、うんうん、それでみんなこうちょっとよろけやすいのかな。私結構その場でわって回転して最後は左足一本でこう立てるようなまっすぐでもさ、うん、その場で回転してるようだけどさ押すじゃんめっちゃなんかフォローはちょっとまあグーみたいな、たまにやりすぎますけど、こっちも行っちゃいそうだけどさ、こう耐えながら頭を耐えながらまあでもその場の回転があのフィニッシュまでぶれない、はいはい、証拠、うん、次いきます、はい、うちの大輔さん、はい、ドラコンってトップクラスでも変則的な稼ぎの人が多いイメージですけど、ミオさんの姿がめちゃ綺麗、力強いですね、うん、はい、ありがとうございますまあでも確かにあのドラコン大会はみんな結構もうなんかフィニッシュも取らないし、うんうん、そうですね、なんかもう なんていうんですかね、そんななんか普段のスイングはああじゃないんだろうなみたいな、はい、やっぱもうドラコン大会ってやっぱもうやっぱ飛距離を追求する大会なので、うんうんうん、みんなはもっとこう飛距離に特化したスイングをしてるんだと思う。今ちょっと逆にあれでやったことない。なんかフィニッシュも取れないみたいな。ちょっとやったことはないです。だからもっともしかしたらヘッドスピード上がるかもしれないんですけど。そうだよね。なんかちょっと見てみたいな気もしますけどね。なんかみおちゃんがむちゃくちゃに振りまくるみたいな。もう文房具はいるんですけどね、うん、ドラコン大会に。でも普通に見えるもん。もう本当ですか、うん、ドラコンやってるのって感じ、あれだけ見てるとなんかすごい、かなり、でももう普段のスイングと比べると全然、はい、スピード感が違います。そっか、はい、見比べると普段振ってないなって感じ全然合わせない振ってない、はい、次トレーニングに来てる質問です。はい、堤健太さん、みおちゃんかっこいい、ベンチ辛いですね、こういうパーソナルトレーナーがついてくれて正しい部分もできるし何より心強いですね。まあどうですか、体幹トレーニングしてみて、あの後とかは、やっぱりそのブレなくなったっていうのも一つだと思うんですけど、傾斜地ですかね、普段やっぱ平らなとこでもしっかり立ててたんですけど、それが傾斜地でもっとしっかり立てるようになった、立ちやすくなったのと、やっぱアイアンが飛ぶようになったおっていうのはすごいあります。やっぱりその上下と上を比べたら多分私下の方が強いんですよ、もともと筋力が、足もふくらはぎとかしっかりしてるんで、ドライバーってあんまり腕の力を使わないというか、うんうん、ただ振られていく感覚の方が強いんで上がなくてもいいんですけど、アイアンって結構上半身の力が打ち込んでいく感じ、はい、必要なんで、やっぱ男性はアイアンが飛ぶっていうのが多いと思うんですよね。確かにその部分で、はい、筋トレして、男の人はドライバーが飛ばないのにアイアンめっちゃ飛びますねってよくあるけど、女の人は逆が多いもんね、はい、やっぱそれはもう筋力の違い、へえ、確かに強いとやっぱこう打ち込めるんだよ。あれ不思議だったわ、なんでこの人はこんなにアイアン、9番アイアンとか全然違うのにドライバーだとあんま飛距離変わらないみたいなあれ、まあ、その当て方とかももちろんありますけど、基本的にはやっぱアイアンの方が飛びますね、男性は。うん、なるほどね。トール中岡さん、あ、待てだ、はい、同じ人だ。パーソナルトレーニングかなりきついですけど、ガンガンやっていた方がガンガンやっていた方がテンション上がる、はい、短距離のバーベルや瞬発力を鍛えるならば10回を上げる重さが瞬発力系、30回させてたなら持久力系って聞いたことがあります、うんうんうん、頑張って、はい、ってことなんですが、まあ、みおちゃんが今回出たのはどっちかというと、もう基礎のトレーニングですね、うんうん、そのまあ、足、腕、体幹っていうのしかしてなかったんで、まあ、これがもうちょっと瞬発系のやろうかな、軽く、はい、やっぱスイングって速く振らなきゃいけないじゃないですか。スイングってっていうかドラコンって飛距離を出すのは速い打ち方ができるようなスイング、うんうん、あれはじゃあドラコンに合わせたメニューなんだね、どっちかというと。あれはまあその自分の筋力自体を上げるっていう意味で、うんうん、あの筋トレしてたんですけど、ドラコンもちょっと特化しようかなって思ったら、やっぱりちょっと軽いのを振った方がいい、振るのもありだなと思いました。その瞬発系ですよね、その一瞬の動きなので、
あのスイングも、うん、なるほどね、はい、どっちもやっぱやった方がいいな、バランスがどっちかに偏っても良くないってことですね、うん、はい、次いきます。みほさんがボールを打つたびに雷が落ちた雷が落ちたような音がするすごいスイング、いつも使うドライバーが 43.75、結構短め、結構短いですよね、うん、標準が45ですね、大体。そうだよね、最近は結構こう長めが多いんで、45ってこうなんか、はーい、はい、会議室会場になりました、雷そう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 、で、試しに45とか46とかみたいな、その長さの話ですね、はい、でも手持ちの距離計測器ですよ、明らかに数値が伸びるので、うんうん、やはり長いのはヘッドスピードが上がります、ミート率は基本下がります、うん、どうですか。まあすっごく極端に言ったら、うん、やっぱショートアイアンって打ちやすいじゃないですか。打ちやすいでドライバーって打ちにくい、打ちイメージが湧きづらい、はい、遠いよねイメージが、うんうんうん、ボーンみたいな、そうですね、うん、まあそうだし、うん、けどまあこれぐらいのもう何インチの差って何が違うかって言ったら本当にタイミングでしかないんですよ、ちょっとシャフトのしなり方が変わってくるんで、だからやっぱタイミングをいつも同じようにこう、まあ、それが難しいんですけど出るようになったらもっともっとミート率も43でも46でも上がってくると思います。みほちゃんはさ、そのドライバー作るときにさ、あれみたいな時とかあったりするの、これなんかちょっと違うなみたいな、なんか何でもうまく打っちゃってる感じがすごいしてる。いや、あります、あるんだ、あります、あります。基本的にはヘッドが重いのが好きじゃないの。ほー、大きいとかじゃない、重さなの。大きさもまあちょっとどちらかって言ったら小顔の方が好きなんですけど、うんうんうん、とにかく重いのがどちらかって言ったら苦手ですね。え、もう持った瞬間に感じる、それは。持ってちょっとこうこうやってやったら、あ、重いなってなって、やっぱりこう実際打つとあんまり良くないですね、重いやつ。軽い方が合わせやすい。え、それはドライバーだけ？全部です。全部そう、はい、ウェッジもだからそのなんかアイアンと同じ流れにしてるんですよ、うん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 、これ前回言ったかな、言ってないかな、言ったかな、どこかで言ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの普通結構バランスがアイアンとウェッジで違うことが多いんですよ、うん、ウェッジだけ重い、うんはい、してる方が多いんですけど、私はもう全部同じ流れです。へえ、全部 D2 かな、うん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 、じゃあに揃えてさ、変えず、はい、変えず、そしたらウェッジのフルショットが同じ、ね、タイミングで振れるし、うんはい、へというこだわりがあります、うんはい、軽めが好き、軽めが好き、はい、安秋西岡さん、安秋西岡さんからです。どうやったらそんなに早く振れるんですか、どうやったら。やっぱりその一番最初に父親に、うんうん、あのもっと振れ、もっと振れ、うんって言われてたのが大きいのかな。毎日やっぱ振ることやってたのか、はい、最初は満振りをすごくしてたんで、なんかさ、よくさ家とかでさ何でもいいからさ、はい、もう振ってるとさ、なんかヘッドスピードとか上がるのかなとか、バットとか振れないから、なんかこう短いものとか、みほちゃんの短いドラマもそうだけど、はい、なんか振るって大事なのかなって思う。え、もう絶対早くなります。そうだよね、早く振ろうとしてたら、うんうんうん、どん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 その速さは上がっていきます。うん、皆さん家にある何か振ってくださいお玉でもいいと思います。ちょっと空気抵抗なんかあるような気がしますね、ちょっとそうかお玉でなんかシャムジ、なんかシャムジとかの方がいいかな、はい、で次いきます。やっぱりドライバーは飛ばさないと楽しくないですね。中弾道ランで300ヤード飛ばしてましたけど、色気出してヘッドを変えたら飛ばなくなりました、うんうん、お今は45インチなんで47インチぐらいのドライバーを作ろうかな、また300ヤード飛ぶかなというご意見が来ておりますが、はい、もともと飛んでたなら、うんうん、飛ばせると思います。そうですよね、うん、なんかすごい思うのはいくつから飛ばなくなるんだろうね、その年齢的な、そうそう、体的な話で、うん、なんかもともと飛んでたっていうなんかあるじゃん、過去の栄光って、はいはい、今んとこ多分美穂ちゃんも私も、うん、昔の方が飛んでたって感じないと思うんだよね、感じるんだけど、うん、感じる？
え、そう、ドラコン今はしてるから感じないですけど、今は飛んでるよきっとね。でも高校生の時はそのやっぱ高校生の時は、うん、あのゴルフ場の中でもマンブリだったんですよ、もっと。なるほどね、はい、だからコース内で行ったら高校生の方が飛んでるかもしれない。へー、今はなんかやっぱ触れない、聞こえないくらいの今すごい切実な、 なんか小声が出たっていう。そうだよね、はい、なんか、なんか私的に50ぐらいまではそんな変わんないのかなって思ってる。50はそんなことないと思いますけどね、うん、なんか回ってる前の方でも50ぐらいでもまだ今んとこ大丈夫って言って、うん、55ぐらい超えるとうんみたいな意見が何人かいたかな。もう60になるともう、うん、全然落ちてるっていう感じ。やっぱ筋力なんですかね。でもクラブは進化してるんでね、うん、また300ヤードぜひ飛ばしてください、はいはい、であの美穂ちゃん髪切ったね冒頭、はい、あとコポロさんとのマッチプレーに来てた、はい、ピノピさん、ウェッジはグローブしない派なんですね。はい、なんででしょう。ウェッジのフルショット、もうウェッジを持ったらグローブ外しちゃいます。なんか手の感触というか、うん、まあ、パターもそうなんですけど。じゃあ P まで、 P まで上、 P まではグローブしてます。それは昔から。昔からですね、もう慣れというか、逆に今違和感ですね、ウェッジでグローブしてると。あ、そう。パターとかもそうですけど。あ、そう。両手グローブなんて考えられないじゃん。両手グローブ、ちょっと正直したことがないんで感覚が分かんないですけど、やってみたすっごい女子な格好そうです、もうみんな来て両手グローブしてみんなが少ないですよ、この日焼け。最後いきます。ミオ、はい、さんのドライバー JBM のロゴですが、ん、何を使ってるか知りたいです、よろしくお願いしますとのことです。本当ですね、 BM435 ブラックです。おお、これ、はい、そこを見せてあげてもいいですか。これです、こちらです。じゃじゃーん、じゃーん、はい、これの、はい、好きポイントはどこですか。まず顔が小顔、おー、さっき言ったやつね。こう大きいと重心距離が長いのが多分苦手だと思う、うんうん、でやっぱ重心距離が短い方が好きで、でこれあんまりスピンが上がらないんですよ、ロースピンのタイプなので、うん、で私やっぱこう当て感が強いからどうしてもちょっとスピン量が増えやすい方なんで、そんななんかあれだもんね、うん、ボーンっていく感じじゃないもんね、はい、どっちかというとドーンって感じだもんねだからドーンじゃなくてドーンって感じだもんね。だからなんかあんまりスピン量が増えすぎちゃうちょっと吹き上がってきちゃったりするんで、うん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 、それが嫌だから、まあ打感とかも柔らかいんで好きです。なんかまあ弾き系は好きじゃない。好きじゃない、ね、好きじゃないっていうかなんか、まあ、そうですね、耳とかまあ以上ですかね。はい、みほちゃんにこんな企画やってほしいっていうとかコメントがあればぜひ書いてください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回も楽しみにしてください。バイバイ。